皆さんこんにちは、マイです。バリ島10日目になりました。この日は最初に世界遺産のプラッタマンアユン寺院へ来てみました。この辺りからカメラのデータが足りなくって写真が多いです。その後はバードパークへ来てみました。園内はそんなに広くはないけど、珍しい鳥がいっぱいいて、私は結構楽しめました。この鳥なんてなんか細いおじいちゃんみたいでしょ？放し飼いでブラックスワンがいて、私ブラックスワン生で見たの、この時が初めてでした。今日のランチはこちら、ナルティヌリスワルン。ポークリブが有名なお店だそうです。夫はポークチョップをオーダー、私はナシゴレンをオーダーしました。この後私はバイクの乗りすぎで腰が痛くなってホテルで休みました。ディナーは先日伺ったメキシコ料理のタコカサで食事をしました。この日はこれで終了です。少なくてごめんなさい。おはようございます。今日は1月14日、バリ島のお盆にあたる日です。営業してるかわからなかったけど、クレネ市場に来てみたら、すごいにぎわい。この串焼きも気になるなーって思ったけど、まだ朝早くってお腹空いてないから食べませんでした。毎日ここでこういう古着のマーケットやってるのかわからないけど、すごいにぎわいでした。ほとんど中国や韓国からの服だそうです。下着の古着の山積みがあって衝撃的。これ買ったよ。古着のマーケットを見た後はサヌールビーチを少しお散歩。今日のランチはこちら、わちっこバーガー。この日はお盆でお店がお休みのところが多くって、たまたま開いてるお店に入りました。アボカドが入ったサンドをいただきます。アボカドは美味しかったけど、全体的なバランスは普通かな。ランチ後はすぐ近くにあったこちらのコーヒー屋さんへ行きました。その後は世界遺産のタナーロット寺院へ来てみました。こちらは岩の上に寺院が建ってるのが有名で、満潮時には海に浮かんでるように見えるそうです。潮の満ち引きのタイミングで岩の方へ歩いて渡れるそうですが、この時はご覧の通り階段の下の方まで水が来てました。ここは台風が直撃したかのような超暴風。なんとヘビー。実は私、犬や猫や昆虫も好きだけど、ヘビも大好物。こんな機会を逃してはならぬと、ぜひ私にも抱かせてとお願いして、いくらだったかな、お金を支払ってこうやって抱いて写真を撮ったり自由に遊べます。この子は網目のアルビノらしくって、まだ生後どれぐらいだったかな、まだ大人ではないヘビで、とっても可愛らしい。こういう
きくておとなしいヘビってなかなか道路にいないでしょ。だからこうやってヘビさんと触れ合える場所があるって私的にはすごく嬉しい。日本だとこの網目が外で歩いてるとすぐニュースになって大騒ぎしてるから、そういう時はいつでも私を呼んでね、捕まえてあげる。ヘビの触り心地ってちょっと冷たくてサラサラしてて、あとは全身ムキムキのゴリゴリの筋肉マッチョ。きっと筋肉もびっくりしちゃうくらいにゴリマッチョ。ただちょっと残念だったことが一つあって、この場所があまりにも強風で髪がもうぐちゃぐちゃになってるのが残念。せっかく一緒に撮影ができたのに、もう私は髪がボサボサです。とても楽しくて癒された時間でした。ありがとう。この子が母親だって。この場所へ来たら皆さんもぜひヘビを抱いてみてください。本日のディナーはまたこちらのピザ屋さん3度目の利用です。この日が最後のバリ島のディナーになるので、やっぱりあれが食べたいなと思ってまた来ました。まずはタコのカルパッチョ。タコがとっても柔らかくて爽やかで美味しい。これを最後に食べたかったの。イカスミのパエリア。またウブドに来る機会があったら、このお店のイカスミパエリアはまた絶対に食べたいです。デザートにパンナコッタ。最後にお店のスタッフから3回も来てくれてありがとうってお酒のサービスをいただきました。この日はこれで終了です。おはようございます。今空港です。早朝だけどバリ島最後の締めはナシゴレンにしました。バリ島とても楽しかったです。また行きたい。ただいまシンガポール。後半はカメラのデータが足りなくってあまり撮影ができなかったけど、最後まで見てくれてありがとう。